ドイツの強いところっていうのはこうモジュール化製造のするこういうモジュールをこう組み合わせていくという概念がすごく優れていると思っていて、で日本はですねどちらかというとすり合わせ技術みたいな、こっちとこっちをうまくこうぴったりクリアせるようなすり合わせの技術っていうのが優れてるかなというのは僕の印象です。どうですかね。あと中国っていうのはその本当にまだ国民も若いですし、その新しいところに活力というかですね、その例えば QR コードもこれを発明したのは日本ですけれども、こんなに世界中に広まったのはこの中国のこの新しいですね、企業家たちがいろんなことに使ってくれたからこう伸びているっていうのがあるの でよくチャイナプラスワンっていう言葉を我々使いますけれども、それはあくまでも中国を主体にチャイナプラス何か一つ安全なところを設けておこうということで、このプラスワンがですねメジャーになることは僕はないと思ってます。で例えば東南アジアの企業とかでチャイナプラスワンっていうと、そのプラスワンはベトナムになるかもしれないですし、タイになるかもしれないですし、まあ、将来的にはミャンマーであったりバングラデシュであると思いますし、大きな意味で、中国が世界の工場から外れていくっていうことは、この人口の大きさと製造能力の大きさを考えるとそれはありえないと思う。